お遍路はアニメ制作会社 u f o テーブルの企画による日本の新聞コラム記事及び同記事を原作として展開されている各種メディア作品のシリーズ及びブランドタイトル原作となるコラム記事は徳島新聞長官にて毎週火曜日に連載している第1期は2016年度末で完結し第2期 歴史探求泡踊り編が2017年5月6日開始2018年10月23日完結第3期歴史探求サイクリング編が翌週2018年10月30日から2020年7月28日まで88話連載され翌週8月4日から11月3日までサイクリング編完結記念特別企画お遍路。に行こう 編が翌週11月10日より密にならないお遍路、で楽しむ徳島旅編が連載されている。主なメディア展開として同コラム記事を原作とした気候番組お変路。88歩期が四国地方を中心に地上波放送された後にインターネットテレビ及び衛星放送へと全国区配信され同番組をもとにした漫画作品が ファミツーコミッククリアにて配信されていた。徳島県内を中心とする周辺域において、複数のイベントサービスのタイアップコンテンツとして採用されている実績がある。四国うちの人準令、いわゆる四国88箇所巡令すなわちを返路、モチーフとする初心者、年少者を対象とした作品。可愛らしいイラストとキャラクター同士の軽妙なトークで四国88箇所をめぐる。 おへんの,の魅力をわかりやすく描いていくことを目的としている。元は u f o テーブルの若手社員が地元密着の企画として発案したもので釣り百景のような紙面のコーナーに女の子のイラストを載せて紹介したら面白そうという発想から生まれた。おへんの,の案内人である四国88箇所霊場公認選抜と u f o テーブルスタッフがロケ班を行い監修を受けているため、 気候作品としての楽しみ方のほかに、ガイドブックのような楽しみ方もできる。本文、作画、構成を、u f o テーブル所属の長森正人、デジタル彩色を、同じく u f o テーブル所属の辻正都氏と、田中厚氏、島村淳平及び長森正人、監修を、第88話までと、別格編最初の話である第89話を、公認選奪のあり知県、 第90話以降第100話までを、塩田龍王が担当する。制作スタッフは、u f o テーブル徳島所属のスタッフで、オーディションが行われたもので、その結果として長森が選ばれることとなった。2017年5月より開始された第2期、歴史探求泡踊り編では、テキストを、u f o テーブル代表取締役社長の近藤、光が担当、第3期、 歴史探求サイクリング編では u f o テーブルでクレーアニメーションを制作している大堀久美子、途中から u f o テーブル脚本家の佐藤和春が参加し二人で担当した。徳島新聞長官にて2013年10月14日に第令和が u f o テーブルによる優先新聞広告として掲載された。翌2013年10月15日の第1話より、 毎週火曜日に長官に掲載されている。なお u f o テーブルが広告スペースとして取得している。下4段の内横2柱分のスペースは企画に賛同している別の地元企業の広告スペースとして提供されている。また、角川書店のアニメ雑誌、娘タイプ2014年2月号にて出張版が掲載された。2015年7月21日掲載の 第89話から同年10月6日掲載の第100話までお遍路、別格編と解題して、魔王の姉の車で別格20霊場巡りをした。同年10月13日掲載の X01 話からはお遍路、と現代に戻し、前後編で街遊びに参加した。2回の救済を経て11月10日に連載再開の予告が掲載され、 翌週の11月17日掲載の第101話から連載を再開し、2017年3月28日掲載の第171話で第1期は完結した。2017年5月6日19時からの街遊びボリューム18のお遍路。イベントで徳島新聞連載の第2期開始が告知された。 同日に第1話が街遊び内で配布、同月23日より、歴史探求泡踊り編として、連載を開始し2018年10月23日、完結。街遊びボリューム21のお返路。イベントで告知されていた第3期、歴史探求サイクリング編が2018年10月30日より2020年7月28日まで、連載された。 2014年5月に開催された u f o テーブル主催のアニメイベント街遊びにて徳島出身の漫画家寺本香織によりファミ通コミッククリアにて連載が開始されることが発表された。また2014年5月3日から2015年3月28日までアニメと実写の合成による情報番組としてお遍路88歩期が放送された。 山下七海、江原優里、高野マリカのキャスティングは特別なオーディションもなく選ばれた。江原優里は u f o テーブル運営の街遊びカフェのアルバイトに応募したことがきっかけとなり、今作で声優デビュー。その結果、2016年よりマウスプロモーション養成所と u f o テーブル制作部に所属することとなった。2015年11月、お遍路。 海を渡る引退ワンとして u f o テーブル代表、近藤光、山下七海、江原優里が徳島の PR 事業のセミナーに参加した。2017年8月、アニメツーリズム協会が全世界の日本アニメファンを対象に2016年7月から行われたウェブ投票の結果をもとに決定される2018年版日本のアニメ聖地88にお遍路。 が、徳島市など四国四県の聖地として選ばれ、イベントとして街遊びも聖地入りした。その他、四国四県内外において多数の商品とのタイアップやイベントなどに採用されている。UFO テーブル制作で徳島新聞連載の第令話から第50話までをまとめてインタビュー記事等を追加したものがお遍路。 1>, 1というタイトルで、街遊びボリューム15期間中の2015年10月10日に、徳島新聞社より発行された。また、第2期の単行本が、お遍路、歴史探求アワー踊り編、第1巻というタイトルで、街遊びボリューム21期間中の2018年10月6日に、u o テーブルから、発行発売。A4 版、本文オールカラー82ページ。 第2期の1話から38話を収録し、テキスト担当の近藤光が後書きを書いている。1話あたり2ページ左にイラスト、右側に本文というレイアウト。ち話、真央、めぐみの3人が登場しお遍路巡りをする点は、同じだが、新聞、テレビ番組、漫画で若干設定等が異なる。以下は、新聞の設定である。期末テストも終わり夏休みを目前に迎えたある日。 同じ学校に通う女子高生、真央千葉、めぐみは、めぐみの家で見つけた、農協調をきっかけに、お遍路巡めぐりをすることになる。お遍路第1期第89話より、お遍路別格編とかいだ X01 話より、お遍路と、現代に戻る。娘タイプ特別編客中お遍路第2期歴史単9話は踊り編特報。街遊びボリューム18の。 ボードウォーク、徳島新聞ブース周辺で特報として配布。徳島新聞長官掲載客中を変路。第3期歴史探求サイクリング編。徳島新聞長官掲載客中を変路。サイクリング編完結記念特別企画。お変路。にいこう。サイクリング編完結記念特別企画。お変路。にいこう。変客中を変路。密にならない。 お遍路で楽しむ徳島旅編密にならない。お遍路で楽しむ徳島旅編客中徳島新聞版のみの登場人物2014年5月3日から2015年3月28日まで放送された全44話新聞記事広告を原作にアニメと実写をコラボレーションさせた新感覚の旅情報番組。実写による取材をベースに魔を 私は、めぐみの3人のキャラクターが、四国88箇所や道中にある、様々なスポットを巡り、お寺周辺の名所やグルメ情報を紹介する。原作を手掛ける u f o テーブルが企画、制作し、アニメーション部分の制作も行う。2014年より、四国エリア内の放送各局が行っている、四国遍路会期1200年記念番組の一つであり、テレビ愛媛 高知さん,さん、テレビ、岡山放送が共同制作として名を連ねている。また、徳島県のテレビ局は制作に参加していないが、ケーブルテレビ徳島で放送される。制作協力は四国88カ所令場会。制作局の一つであるテレビ愛媛においては、テレビ愛媛開局45周年記念番組として位置づけられている。 テレビ愛媛では5月の平均視聴率は2%台、後半だったが7から9月には5から6%台に上昇しており、7月19日放送分では視聴率が7.8%を記録した。2015年3月までに最高視聴率10.2%を記録している。ちなみに、岡山放送でも視聴率が8.0%を超えている。また、 岡山放送では2014年10月2日より、毎週木曜の深夜25時55分から、テレビ愛媛では2014年12月4日より、毎週木、金曜、2015年1月より、毎週月、火曜の朝4時55分から30分枠での再放送が行われている。高知さんさんテレビの再放送では、早朝4時30分、3回目の放送にもかかわらず2%、 以上の視聴率を維持している。本放送終了後、2015年5月30日には、全88箇所をまとめた、総集編を55分番組として、岡山放送、テレビ愛媛、高知山さん,さんテレビにて放送。さらに、50分番組としてお返、お変路88歩期、特別編四国満喫、鉄道で巡るお遍路 が、岡山放送では2015年11月28日、テレビ愛媛、高知さんさんテレビでは、同11月29日、富士テレビ系列ではないが、徳島県唯一の地上波民放局四国放送で、同12月5日に放送された。2016年4月より、太陽国での放送が開始された。9月からは、ハワイでの放送が開始。 2017年10月7日の街遊びボリューム19のイベントで第2期制作決定と発表された。キャッチコピーは私たち歩きます。クラウドファンディング実施予定。2018年10月8日の街遊びボリューム21のイベントで2019年4月放送開始を目標に第2期制作スタートと告知された。アニメーションパート実写パート CD。 1200の物語2014年10月8日にライブ2エンターテインメントより CD が発売された。内容は CD のみの通常版とノンクレジットオープニングを含むフルコーラス PV 及び主演声優によるライブや出演番組の舞台裏が収められたブルーレイディスクが添付された特装版の2種カップリングにチームを変路 が歌う番組のイメージソング、お遍路数え歌徳島編を収録、お路八88歩期。基本的に番組の予定は、前の放映会で到着した札所を出発する、ところからスタートしている。なお、本票の、その他項目では主に霊場以外で立ち寄った場所や、お接待を受けた場所に関して、微行項目では、その回が本番組の放映において、どのような、 立ち位置にあるのかなどを記す。客中地上波、CATV 及び BS 放送、CS 放送ネット配信現在、販路は u f o テーブル関連店舗や u f o テーブルウェブショップからの直販に限定されている。2014年10月に街遊びボリューム13にて公開された実写映画。約30分。出演者は、お遍路。88本にて、マオ、チワ。 めぐみの三人の声優を務める山下七海、江原優里、高野真理香。制作は同じく、お遍路。八十八歩きのアニメーション制作を行っている u f o テーブル。実写のカメラマン担当は u f o テーブル所属の須原隆と寺尾雄一が担当。u f o テーブル代表の近藤光も参加した。声優三人が作品内と同様に、 四国八十八カ所巡礼を行うドキュメンタリー作品であるエンドロールでお変路数え歌え姫編が流れた映画館と提携してユーザーの見たい映画の劇場チケットを販売するサイトドリパスが行った投票にて多数の票を獲得し2015年2月8日にシネマート新宿にて再上映されたなお この作品に新規制作のコーチ編を付け加えて1時間番組にしたテレビスペシャルが OK で2015年2月24日未明、KSSEBC で3月2日未明に放送された。また、プチ遊びボリューム3期間中に u f o テーブルシネマにおいて上映され、合わせてブルーレイディスク化も発表され、2015年5月3日に発売された。 街遊びボリューム16期間中の2016年5月4日と翌5月5日にお遍路徳島マラソン PV 上映会が開催された2014年11月21日よりファミ通コミッククリアにて連載が開始原作は u f o テーブル作画は徳島出身の漫画家である寺本香織。連載時のタイトルはお遍路。のみなが 単行本では上記した他メディア作品との区別及び関係性を示すためタイトルがお遍路より道コミックとなっており前日のお遍路八十八歩キを本編として同番組における放送各会間の総和を記してまとめた番外編という形をとっている2014年5月に開催された u f o テーブル主催のアニメイベント街遊びボリューム10にて 制作が発表された。また、街遊びボリューム13開催時、ポッポ街商店街や南海ブックスで、街遊び特別編の冊子が無料配布された。2015年5月15日より、ニコニコ星が他でも、第令話を配信開始。ファミ通コミッククリアで2016年3月18日に、配信された第20話や、翌日のプチ遊びボリューム4において、 徳島編単行本化を計画中であると発表され、エンターブレインのファミ通クリアコミックスレーベルより、お遍路。より道コミック、徳島編が2016年5月14日発売された。令和以降ほぼ月1回1話を配信してきたが、コミッククリア公式サイトで2017年8月11日に配信された第34話、これが私のお遍路道で完結。 観光本の2巻、お遍路、よりみちコミック、高知愛媛編及び完結館の3巻、お遍路、よりみちコミック、愛媛香川編は2017年9月15日に同時発売された。なお、この漫画版における、まお、ちわ、恵みの3人組は、u f o テーブルが制作するテレビ番組である、お遍路、88歩きの出演者という設定であり、 原作やテレビ番組を代表とする他のメディアにおいて設定されている純粋に興味でお遍路を楽しんでいる女子高生たちという描写とは一線を画しているこの漫画版で語られる一連のストーリーにおいてはテレビ番組の内容はあくまでも収録された番組すなわち制作側が提示した台本に基づくフィクションであり本作の内容はその収録の合間における プライベートな幕愛であるという設定となっている。このことに関して本作では魔王のセリフを借りて高校生のお遍路は私たちだけじゃ無理四国を回るなら長期の旅になるから同行できる大人がいないと家族の許可もまずおりない旅費だってかなりかかるという一連の説明が付されている。お遍路マニアな親の影響で常々お遍路に行きたいと願っていためぐみはある日 友人の、まおと、チワに、その思いを語り一緒にお遍路をしようと誘う。だが、真央は自分たちが未成年の身であることを理由に、それを渋る。だが、めぐみは、平然と、まおの懸念に対する打開策を提示する。めぐみは、とあるつてから四国八十八カ所を紹介する、テレビ番組、お遍路。八十八歩期の出演者オーディションが行われるのを、聞きつけていたのだ。 番組の収録ならば、旅費も雑費も必要経費として、制作会社及びスポンサー持ち。収録には、大人のスタッフさんもついてきてくれる。情報番組だから、ついでに、各地の名物や史跡にも行くことができるかも。恵みに、そう説得されたマオとチワは、彼女の言葉に一気に乗り気になって、番組をオーディションに挑み、そして合格してしまう。かくて、マオ、チワ。 めぐみの三人はお路、おへんろ。八十八歩きのメインナビとして、番組スタッフたちと共に四国八十八所に挑み、その途中で番組では紹介しきれない、様々な名所名物旧跡を楽しみ倒すのであった。おへんろ。おへんろ。よりみちコミック。ファミツークリアコミックス原作。 U4 テーブル、作画、寺本薫徳島編2016年5月14日、初版発行、発売 ISBN978 から4から04から73万4170から、八高地えひめへ2017年9月15日、初版発行、発売 ISBN978 から4から04から73万4762から、 小江姫香川編2017年9月15日、初版発行、発売 ISBN978 から4から04から73 4763から2を変炉、88歩キに関するカテゴリー、ありがとうございます。